はい。えっとですね。今日もね、あの、昨日はちょっと、できなかったんで、今日からやっていきたいと思います。またね。と、レモンスカッシュですね。一番最初に紹介するのはレモンスカッシュです。これですね、この前あの、先行アンダービやった時に、こう、本当は映そうと思ったんですけど、あのー、動画回し忘れてて、 撮ってなかったっていう大事故なことが起きて、まあ、ハプニングですね。ハプニングが起きてね。撮れなかったんで、まあ次回ですね。次回これやっていこうと思ってます。本当そこかったんですね。これあのー、大抵、あれなんですよ。3メートル、4メートル。 どこに書いてああっったっけあここか3メートル半って書いてあるんですけど、大抵ね、3メートル半とか4メートルとか書いてあるやつって、2メートル半か1メーターぐらいなんですよ。で、もっとひどいやつは1メートルいかないぐらい。なんで、あんま最初、あの、燃焼動画見て、あ、すげえなーと思って買ったわかったんですけど、期待しなかったんですよ。 けど、あの、高さからすると、まあ、僕がこの前やったところってあの、コンクリートが高いところで行ったんですけど、コンクリートが、まあ、地上から、まあ、4メーターとか、まあ、そんぐらい、4メーター、3メートル半ちょいぐらいなんで、そこ越してたぐらいなんで、 ま、結構、この内容通りなってますね。すごい、おすすめなんですよ。本当に名前の通りだなっていう。こう最初、最初からもバチバチなって、で、中間ぐらいから、こう、わ、わびっていうのかな、あれ。わびなんだろうな。こう、普通の本質花火なって、 で、で、最後にすごい激しいんですよ。バリバリ。菊型のなんか火花が飛び散る花火になって終わるんですけど、燃焼時間がね、十、十何秒ぐらいあるんで、十分楽しめると思うんでね。で、これを V 字型とか、こう、三本扇型すると、 もっと迫力出そうなんですけど、ちょっとね、レモンスカッシュではやりたくないかなっていう。で、レモンスカッシュに似た花火があるんですよ。ピンクソーダっていうね。そちらもね、ちょっとあの、今度、いい花火屋さんで買おうかなと思ってるんで、また買って、その届き次第、紹介していきたいと思います。あの、燃焼動画とか、あの、なっけ、 YouTube とかに上がってるんで、ぜひ見てみてください。あのいい花、いい花火屋さんとか、いろんな花火屋さんがね、動画上げてるんでね、めっちゃ綺麗なんですよ。これはバチバチ系なんですけど、ピンクソーダはどっちかっつと、点滅系なんで、本当にすごいんですよ。点滅系で3メートル半とか、マジで、すげえなと思うんですよね。 なので、まあ、順番からすると、ピンクソーダをやって、レモンスカッシュをやって、まあ、次の紹介する花火をやろうかなと思ってます。さっきね、動画あの、今日は本質花火おすすめのやつ2種類あげますって言って、画像あげたんで、多分、わか、わかっちゃってる、 わかってると思うんですけど、知っちゃってると思うんですけど。では、行きますか。次の花火はこれです。はい、これね。僕と同じ名前。あの、06がないだけで <laughs>。たまたま見つけたんですよね。この、僕が最初見つけたのが、カインズっていうね、ところで、 ビッグファイヤーマウンテンっていう、ビッグサンダーマウンテンみたいななんか名前が似てるんですけど、ビッグファイアーに目がいって、俺と一緒の名前じゃんってなって買って、これ高さ5メートルって書いてあるんですけど、これはちょっと言い過ぎですね。5メートルも多分行ってないですね。と、まあ、火花からしたらレモンスカッシュ、 の、3メートル半に近づくか近づかないかっていうぐらい。だから、2メートル半ちょいってことですね。まあでも、それが8連発、シュワッシュワッってなるんで、うん。連発して、なるんでね。こっちから火つけるから、こう、こう行くんですよ。 で、まぁ、あ、結構迫力あるんで、これはオープニングの動画にしようかなと思ってます。次、次のね、新しいオープニングちょっと考えてて、僕が、僕はあの、まあ、最近はちょっと見てないんですけど、つい最近まで見てた、コーディバコーディバプロティ、 チャンネルっていうね、あのー、外国の市販の、まあ、ちょっとあっちはでかいから、やり方しか真似できないけどね、あのー、すごいでかいんですよ、花火が。扇形とかね、自分で、多分あの国はアメリカかイギリスかどっかわかんないですけど、導火線が変えるんですよ。で、自分らで、その、パイプを並べて、 って、同化線繋げてって、スターマインとかやってるんですけど、羨ましいなって、<laughs> あんな速下線が買えるってさ。こなんか日本も、なんか、同化線ぐらい買えるといいんですけどね、自分で作るわけじゃないから。そのなんか、やっぱ同化線買うところもね、火薬取締法案許可証とか、そういう危険物とかね、いない、ないと、買えないんですよね。 なんで、本当にまるまる花火師じゃないと買えないサイトになってて、えぇ、ー、買えないのってなって。せっかく注文するサイトまで行ったんだけど、そういうのが要ります。こう持ってない方は買えませんみたいな。注意事項に書いてあって。でやねんって。なんで絶対あったらね、結構、 こうな花火のパフォーマンスできるんですよね。あれがあったら。なんで、まあ、代わりになるもんが、もし代わりになるもんがあればいいんですけど、なかなかないんですよね。まあ、とりあえずちょっと探してみますけど、うん。とりあえずね、今日、あの、紹介する花、紹介した花火は、 この二つですね。レモンスカッシュとビッグファイアーマウンテン。この二つです。この二つだけでも結構かなり迫力あるんで。皆さんね、これやってみてください。このレモンスカッシュってやつは、あのー、いい花火屋さんで買ったんですけど、こっちはですね、 僕が誕生日の時に、今年の7月5日か。7月5日の時にね、ドンキホーテ行ったんですよ。ドンキホーテ行って、あったんで買いました。700円くらいかな。ちょっと高いんですけどね。まあでも、いつも買う値段からさら、 見やすいんで、買っちゃいましたね。まあ、今年の10月、下旬か中旬かわかんないんですけど、タイアンさんとやってくんで、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。